FC 東京ミッドフォルダー阿部シュートがベルギー一部のモレンベークへの完全移籍で基本合意、年齢的にもラストチャンスではないかと思い。FC 東京は14日、ミッドフォルダー阿部シュート25のベルギー一部モレンベークへの完全移籍について、両クラブ間で基本合意したと発表した。今後メディカルチェックを経て正式契約となる。阿部は FC 東京アンダー18から明大に入学し、4年時に FC 東京の特別指定選手に登録されて J1 デビュー。20年からプロ入りし、高いボール奪取力と豊富な運動量を生かしたハードワークで、4年目の今季はここまで主に守備的ミッドフォルダーとして15試合出場で2得点を記録していた。阿部に1億はかなり高いと思う。すごい評価されてるんだね。ベルギー多いね。阿部は現代の田坂クラスだな。阿部シュートも25歳で欧州移籍か。レベル的には大差ないかもしれんが、代表入り目指すなら J より圧倒的にベルギーとかポルトガルだからな。森田にしろ少し前までの伊藤純也にしろな。25歳からベルギーでステップアップしても限界あるよな。トップリーグに行きたいなら基本は20歳早々には欧州でスタートしなきゃ、山頂みたいに別格の結果を出せば別だけど。